ソフトバンクは16日、中村晃外野手34が7年目となる成績連動型寄付活動を継続し行うと発表した。乳がん撲滅などを目的とした認定 NPO 法人、ハッピーマンマ、H アンダー、ポストシーズンを含むにつき1万円の寄付を今期も続ける。中村晃は球団を通じてコメントを発表。この活動に参加させていただいて7年目。 この活動を通じて乳がんで苦しむ方、亡くなる方が1人でも少なくなるように、今後も活動を続けていきます。乳がんは女性だけでなく、男性もかかる可能性がある。1人でも多くの命が助かるように乳がん検診をよろしくお願いします。この取り組みは、9年に当時2軍監督だった球団 OB の鳥越祐介さんの呼びかけで始まった。球団としては 今年で16年目となる。